オビトとの死闘は続く。攻撃を受けてなお平然とする相手に舌を巻きながらも、ナルトはサスケと共に果敢に攻めていくのだった。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う？この世界は終わらせねえ。絶対守りきってやる。この世界はもはや道など存在しない。いい加減諦めを知れ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。できる限り穏便に送ってやろうと思っていた。いいだろう。ここからは蹂躙の時間だ。距離を気をつけろサスケ。あいつはもう今までのオビトじゃねえ。そうか、まだ抵抗するか。お前がどんなにすげえ力を手に入れても、悪魔これは俺たちは絶対に諦めねえ。惑星の戦士剣このまま決めるぞナルト。決めるぜ。くっ、距離、ふん、あとは、ふん、ふん、ふん、決めるぜ。くっ、うお、ゆず、ラテンガン。暴力は今回だけだ。おう、いくぞ、ラト。あ、サスケ。オビトは無限つくよみを実行に移すため、十尾の最終形態神樹を出現させる。もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。痛みはない。一瞬で終わる。ナルト、もう終わりか。俺は行く。またあいつが一人で、俺はまた後悔すんのか。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。もうじきつぼみが開く。
この時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。なぜここまで抵抗する？もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。同時期つぼみが開く。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。さっさと呼べ。さっさと呼べ。この力の前では。お前たちの抵抗など さっさと呼べ。教えてもらった大切なことだ。地雷役さっさと呼べ。次で決着をつけるぞ。おう。眠るのは明日、夢は自分で見る。
もうこの世界は終わるのだぞ。それなのに、なぜ戦う？自分の運動だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。お前らでは俺に届かん。違うな、届かないのはお前の方だ。ああ、俺と助けの力なめんなよ。この世はもう終わりだ。諦めろ。誰が諦めるか。てめえこそ俺たちが諦めるの。諦めろ。この俺は止められん。この俺の力を超えるというのか。そんなこと、そんなことあってたまるか。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。いけ。なぜ俺はあんなイメージを。
精神世界でナルトはオビトと対峙する。忍びたちの絆の力を目の当たりにし、オビトの心には変化が生じ始めていた。俺が後悔しているというのか。面して自分隠したってダメだ。どんな面をしても心の奥までは変えられねえ。どんなに言葉でごまかしても、あんたが内派オビトだってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内派オビトだ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。こっちの道へ来て、うちがオビトとして木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺は内派オビトを捨てた。俺は もう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな、こっちへ来い。俺は第二の陸道仙人。夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。火影など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉が混ざったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたは火影を夢見た木の葉の忍びだ。名前のない忍びじゃねえ、陸道仙人でもねえ。あんたが内派オビトなんだ。怖がんな。目をしっかり開け。自分の姿をちゃんと見ろ。それが本当に望んだ姿だ。あんたの夢は火影になることだったんだろう。あんたの仲間をそれを望んでたんじゃねえのか。思い出してみる仲間を。あんたの周りにいた仲間が今のあんたを望んでたと思うか。仲間、もう分かってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。お前は火影を目指してた木の葉隠れの内派オビトだ。
父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。いいから来いこの野郎。なるとも心の弱さ、真の思いをナルトに見透かされたオビトは敗北を認めるのだった。だがオビトが十分弱ったと見るや、クロゼツがオビトの体を乗っ取りマダラを蘇生させることに成功する。伝説の忍びが死者ではなく聖者として完全復活を遂げた。陰謀変獄、その力は凄まじく、クラマを含めた美獣たちをいとも簡単に鎖で拘束する。美獣を引き抜かれたナルトは意識不明に陥ってしまうのだった。こっちだろう。